今回ご紹介する一連の写真は、ドイツ生まれのアメリカ人写真家、アーノルド・ジェンスが、1908年、明治41年に、半年間、日本に滞在した際に、当時の日本の街の風景や、市井の人々の日常を撮影したものです。上記の写真も含め、ジェンスが残した写真は、米議会図書館に引き取られ、ジェンスコレクションとして、約2万枚に及ぶ写真が、インターネット上で、無料で閲覧可能になっています。日本で撮影された写真を、大手アート系サイトが、FB 上で何度も投稿しており、美しい写真群に、コメント欄には、海外から、多くの驚きの声が寄せられています。その一部をご紹介しますので、ご覧ください。